ここ浦賀魚市場です。九州一の思い出すんだって、昔のこれを。どうすんの？気をつけて帰ってね。はい。ね、ありがとう、どうも。もうほとんど引っ張りようなんじゃない？みんな車やもん。そうやね、引っ張ると一人やもん。俺30年から40年近くかな、20何歩ぐらいからやけん。お疲れ。テクテク大長き大長来てるね、早くだ。昨日ホテルどうだった？よかったっす。よかった。びっくりした、こんな早くから来てるから。5時になったかな。今日お願いします。こんな早くから来てると思わないから。お花ですか？うん、お花を借りて。こんなとこまで写すの？
3メーターぐらい長いから回るとね、2回、うん、2回差し替えたいと思います。政府として引き続きできる限りの7月の毎月勤労統計調査によります。準備は何時間ぐらいかかるんですか？1時間。まあ全部ネタから並べるんだったら2時間かかるよ。だから7時ぐらいしか入れないもんね。どこだったかな。家ができるみたいですね。ねえ、家が一軒建つんだよ。よいしょ。
かな。あんまり年上はいいんじゃない。あ、ネジネジ。グリーンネジは。あ、グリーン。分からないですけど。お湯が出る。道路からこう来るから熱でね。冬は冷たいけど、道路からずっと水道がこう来るでしょ。触ってお湯だよこれ。んじゃ。ねえ。道路ずっと伝わってくるから。ここは通路になってる。あら、こんなことも映すの？冷蔵庫がないからね。そうよ。
猿でしょ、夏は。ちゃんとしてくるもんや。寝る暇ないよ。テレビ寝る暇もないよ。4? うん。よう寝て5時間でね。だから休みは死んだことしようってる。今日もどっか来とったね。なんとかかんとか言ってから。もういいっつってかちゃんと来ちゃった。寝とぼけてるからわからんよ。何難しいこと言ってる。ちょっと綺麗になったかな。そうよ、毎日よ。これはね、ガラスやったらすぐ割れるけど。はあ、終わりましたよ。暑いですね。30年前いたんですよ。はい、すいません。 YouTube で埼玉から来ました。埼玉から来ました。はい、ちゃんと写真撮っとけよ。35年ぶり。前来た時はギリそっちでやってたんですよ。あ、向こうです。でまだ若大将もあって屋台越えにこう麺飛ばしてお客さんがこっち側でキャッチするって。今 YouTube で見てるんじゃない。分からない。私もう分からない。腕も見せそう。卵も見せそう。卵。はい。あ、大根。大根。はい。はい。餃子店。はい。あ、餃子なんですか。本当にありますよ。関東の方。はい、どうぞ。12時半から1時です。じゃあ向こうでしてる時ですね。賑やかだったですもんね。そうそう、もっと店舗多かったもんね。今ちょうど1年になります。35年前ぐらいになったかな。見てもあれ。そうですよね。ちょうど辞めるっていう1週間前私話聞いたんですよ。もうちょっと頑張ろうよって言ったけど、いやもうやっていけんけん。娘のとこ行く。私とそうお芝居じゃないよ。お芝居じゃないよ。ま、ウィンナーよ。味がしまってる大根。
めちゃくちゃうまいこれ。そうですよね。だからどっかで揉め事もあったしね。何年かな。しっかりですね。9年目です。これ10年200日。そのね、そのね、この移り変わりの激しい時に。はいはい。うまくなりましたから。そうですね、今トイレもできてね、綺麗にしてもらって思い出がありますか。いいのかなかった。うずら巻きとうずら、はい、豚バラをお願いします。バラ、はい、バラ何本焼きますか。1本、2本、はい。あとメニュー、パンペンみたいな。パンペンありますよ。有効点がある。あります。じゃあ5点。はい。うん、卵売れちゃったんだよな、これ。うちは埼玉だからさ。埼玉。弱い玉だから、弱い玉。本当に。同級生がいるから。無理でしょ。残りの部分にラーメン。そういう流れで OK だ。うろん、はい。これもマスターと特定によるとは思うんですが、当然油断できるからですね。雨風が強い。今日は東の地下に、はい、どうぞ。東を抜いて松山まで。じゃあもう先生のプロデューサーにいっぱい喜ぶかもしれないけど、なんで松山じゃいいのにも東つけてんだか意味が分かんない。全然取れない。ライブ感じない。じゃあ今、最大級。最大級。もう、下が並ばないです。浜上の方ではもう、皆さんの今、鹿児島弁でもいいですか。健康にいい。健康にいいやつだよ。ごめんな。いいやつだよ。モザイクかけとか。モザイクかけとか。モザイクもさ、いいじゃない、こんなんだけど、3台、いいよ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 、おばちゃんの健康にいいよ、飲み物出してあげてね。わかりました。ありがとうございます。そういうところから。ビール。ビール。いただきます。色がいいでしょ。カルピスです。ママ、長生きしてよかったね。いただきます。一番嬉しいですね。知らない人ばっかりだったらね。まして若大将を知ってあるっていうから、うちの隣で来ちゃったんですよね。そう。カルピス派。何年前の味か。これ昭和の味。昭和の。美味しくなってる。いつもよりもちょっとおまけがある。こいこい、こいこい。うろ、はい。うろ、はい。タンと近いのいいですね、こうやって。うん、楽しいよ。あるから今のあるんで。焼酎のあれが。何、おでんですか。薄いですか。もう出汁が美味しいってみんな帰りはビニール袋入れて持って帰られますよ。繋がったんですかね。変われば繋がる。ね。裏返しをここでしてみたいな。でかい、これ美味しい。全部やってて、めぐみや。いやいや、たまたまだよな。たまたまなんだろうけど、俺が歩いてる時に。あ、ここですか。全部当てましたね。あらんったよ。おばあちゃんですよ。暑いから。座っちゃった方がいいんじゃない。いや、暑いからね。そうだ。ママ酔っ払うけど、ママに寄り添う。ママに。いいよ。好きで飲んでんだからいいんだよ。今、手抜きになってます。でもね、みんなね。でも基本は月木です。月木なんだ。
休み。今日本当だね。ねえ。運命だよ。まあまあ赤いよね。うん、赤い。48だ。だって定休でやる。川は25だ。すいません。川。川はどういう風に焼いたの？塩焼きかタレ焼き。どっちがいいの？甘いの。旦那さん？ここで3代なのか、旦那さんなのかみたいな。塩焼きましょうか。固定者でしょ。これ宮崎茶の皮で美味しいですよ。塩焼きでいいですか？塩焼きじゃ2つして。タレ1つ。タレ1つ。ほぼいとこだったり兄弟基本社員うんって言いながらも基本家族系だからやれるだけやってたもちろんやれるだけやってるこれは実は最高です。ああ、大根とね、糸こんにゃくってその中に俺うどん入れてくれって言え言いたくなっちゃう親父なんで美味しいですよ。だけど昔ね、結構やったそれも研究だからね。長浜っていうここ、裏が魚市場です。九州一の大きい魚市場。いやー、これどうやってやるの？何ですか？ああ、もう一つ信号が1、2、3番目の信号、右曲がったところです。まっすぐ行ったら親子通り。もう今はそうでもないですよ。思い出すんだって、昔のこれを。あと今あるんだけど、長浜公園の角っこですね。これはいいですよね。鴨の塩焼きですね。お前ら生きてるうちにもう一回来なきゃダメだめよ。こんなに変わってると思わなかったでしょ。変わったのは9年なんですよ、こっちに来てね。そしてコロナでみんな急に全部やめちゃったの。私一人だけなっちゃったの。だからこうやってね、皆さん訪ねてきてくださると嬉しいですね、やっぱり。ありがとうございます。思い出をこう探りに来てるんだよ。俺はここにはいなかったんだけどね。この二人がいた。で、途中でどっかに消えるんじゃないですか。俺はだって僕はね。ほら、濁ったね、言葉が。ありがとうございました。ありがとうございました。様、ありがとうね。ありがとうございました。はい。どうもごちそうさまです。どうもありがとうございます。頑張ってください。はい、頑張ります。
はい、スプーンお願い。よいしょ。振り腰じゃダメだね。ちぐはぐなったら。はい、いいよ。このリアカー来るから危ないよ。はい、オライオライ。オッケー。これで終わりです。タクシー時代ね。オッケー、オッケー。安全運転で。
さすがに暑いですね。暑いね。出るかな。俺は休みだね。仕入れに行かなきゃ。気をつけてね。はい。お母さんも。こんな歩き方ではダメなんだけどね。いつか。毎日こんな感じですか。そうよ。自転車は杖代わり、私の。あ、そうなんですか。うん、もう目が不自由になってね。車も返納しちゃったし。毎日屋台は楽しいですか。楽しいよ。いろいろな人に会えるから。疲れも吹っ飛ぶない。これ危ないよ。僕も今日めっちゃ楽しかったです。え？めっちゃ楽しかったです。なんで？めっちゃ楽しかったです今日。ああそう？よかった、楽しかった。もう来るだろう。で待っとこうかな。気をつけて帰ってね。はい。ね、ありがとうどうも。